お疲れ様です。それではね、シロサイの売却サイトをちょっとお知らせしようかと思いますけども、このスワップエニタイム、エニフェアっていうところがありますけども、URL は概要欄に貼っておきます。上の方にね、UPay ってありますんで、どの通貨を支払いますかってことを書いてますね。で、下の方は何で受け取りますかってことが書いてあります。例えば今、イーサリアムで支払いますってなってますけども、ここの下マークをクリックすることによって通貨を選べるわけですよね。で、ここで、シロサイを選ぶと、これが出てきますよね。じゃあ、シロサイを、これ売りますよ、と。で、セレクトトークンっていうやつから、ここでイーサリアムとかを選ぶわけですね。まあ、そうすると、シロサイがイーサリアムに変わるということになります。まあ、ちなみに、ここでね、やっぱりこう、イーサリアムでシロサイを買うっていうふうな注文をつけてから、やるともっといいですね。ここで、シロサイを買って、シロサイが値上がりしたら、ここで逆の作業をして売るってことになります。で、いろんな取引所でシロサイっていうのは買えるわけですけども、ただ買えるところがそんなに多いわけではないです。国内で買えるところは、まあ、とりあえずありませんので、海外のご自身でね、信頼できるところからシロサイを買って売買することになります。で、こちらのスワップエニタイムエニフェアで購入できなかった場合は、例えば今お持ちの取引所、もしくはウォレットからこちらのスワップエニタイムエニフェアに送金してここで交換するってことになりますけども、結構手間がかかりますね。まあ、一旦説明は以上ですけども、肝心なのは、まあ、やっぱりこのシロサイっていうのはね、そんなに目立ったものでもなくて人気がある通貨ではないんですよ。だからこそボラティティが大きいとも言えるんですけども、売りに出しても買い手がつかなければ、売れないってこともありますし、まあですんでね、資金をしっかり持った取引所が、いつでも買い取りますよみたいな形で、間に立ってくれるといいんですけどね。あとは、どのぐらい売れるかっていうのは運任せであるってことと、あとは、手数料もかかりますんでね、その辺も計算しないとなりませんね。ということでね、やっぱこう普段から使い慣れてないと、どの通貨をどこで使えばいいのかってことは、そう分かりにくいってことと、あと肝心なことなんですけども、スムーズに、まあ、おおよそ無制限に通貨の交換できる、そういった取引所っていうのは、まあ、あまり知られたくないっていうのがね、ユーザーの気持ちですね。で、今回はこちらの方をご紹介しましたけども、はっきり言ってどこが一番ね、いいのかってことは、なんかわからないですね。まあ、何がわからないかっていうと、やっぱどの取引所で一番出来高があるのかっていうことは変わりますんでね。特にビットコインだったらどこでも大丈夫なんですけども、マイナーコインっていうのは、ちょっとした風向きで、あれ、昨日まではスムーズに取引できたのに、今日はちょっと踏ん詰まり起こしてるね、みたいな。とか、手数料変わったよね、みたいなことで、本当左右されやすいんですよね。まあ、とりあえず今回はこちらのスワップエニタイムエニフェアを紹介させていただきましたので、少額の通貨をね、ここでちょっと送金して試してみてはいかがでしょうか。それでうまくいくようだったら、さらにもう少額を移してやってみるということで、一気にね、やらないようにしてみてください。それでは今回は、その、シロサイのね、交換の一例を申し上げました。